こんにちは。そう、なんかさ、今日もさ、今日はこの後リハがあるから。あれなんですけど、そうなんか私昨日めっちゃ寝るの遅くて2時ぐらい寝ちゃって、そう寝るのがもうめっちゃ遅くて、なんかゲームしてたんですよ。なんか覚えないといけないことしかなかったのに、ゲームしてたら普通に1時ぐらいになっちゃって、さすがにやばいと思ってゲームやめたんですけど、途中でそのカレンネとさーちゃんとオンラインでゲームしてたから、もうめっちゃさ、てか1時までさ、そのゲームしてやばいと思って抜けて、そうこれ練習しないとやばいと思って抜けて、2時ぐらいに寝たのね昨日は。でも明日で、まあでなんかね、その後に、あ、まあ寝て、お母さんが多分何回か起こしてくれてたと思うんですけど、起きれなくて、それでいつもやばい、これ今何時かなって思いながら起きるんですよ。例えば集合の40分前とかに起きたらまだ大丈夫じゃないですか、そんな。例えばね、けど10分前に起きた場合どうなるかっていうと、まあ、遅刻なわけじゃないですか。そうだから、そう1時間前とかだったらねいいんだけど、で、あ、やばい、これ今何時かなって思ったらまだ10時ぐらいだったもんな。だから全然大丈夫。けどめっちゃ怖いんだよね最近。なんか何時に起きるか分かんない生活してるから、今が何時なのかっていうの分かんないし、だって昨日とか11時45分ぐらいに起きちゃって、そうね、でも学校始まっちゃうじゃんそろそろ、だからやばいんですよ結構本格的にやばいことになっておりまして、宿題も終わってないしね、まあ答え見るけど、だからやばいです。なんかね、だってもらわないんですよどう考えたって。だって私まだもらってない宿題もあるから、それをどうしようかって。でも今日学校で怒られる夢見たんですよ。なんかちょっと藤野さん来てって言われて、なんかみんなが静かの時になんか私ともう一人なんか呼ばれて、そうなんか藤野さん来てみたいな感じで言われて、なんか何で送られたかよく覚えてないけど、そう言われて、そうそうで、なんかで、しかもなんかその学校帰りタクシーで帰れるみたいな、なんかあのタクシーで帰っていいですよみたいな、あの学校がタクシー呼ぶからそれで帰っていいよって。でも絶対さやばいだよね。ちょっとね、私は良くない気配を感じております。あ、でも来週かな、そうっていう夢を見て私は焦りました。
藤野さん来てって言われて、わあ、でもさ、私怒られたくないんだよね、そんなに。怒られたくなくて、本当にこれだけは怒られたくがなくて。でもなんか私中2中3になってからちょっと怒れること多くなったのかなと思っちゃっていや、そんな怒られないけど、なんか怒られるようなこと結構多くなっちゃったなと思って。いや、なんかわかんないけど、なんか怒られるようになっちゃったかもしれないと思っちゃって、最近。まあ、自分が悪いんですけど、なんか心当たりがありすぎるからあれなんだけど、そんなめっちゃ怒られるわけじゃないけどね、なんかちょっと怒られ気味みたいな、な先生とかに、うん、でもそれは心当たりがあるから、なんかちょっとやべって思っちゃうけど、なかった。私中1の頃とかあんま怒られなかったんだよね。そう、中1マジも優等生だったもん。なんか優等生でかちゃんとした中学生って感じ、なんかお手本みたいな感じだったと思う。めっちゃ成績もいいし、授業もちゃんと聞くし。そう、でもなんか中1、中2、中3になってからのろけ出しちゃったのか分かんないけどね、なんか怒られるようになっちゃいました。目つけられてなかったって。いや、人気者。でもなんか学校の先生とかさ、どんくらい、なんかこれ自意識過剰なのかもしれないけど、私のことをなんかそういう HKT の子っていう認識はどの先生まであるんだろうと思って。まあね、あの3年生、私の学年の先生は全員知ってるんですよ。そう、私の学校の先生は全員知ってるから、なんかめっちゃ言ってくるんですけど、あ、めっちゃ言ってくる、めっちゃ言ってこないけど、まあ、なんかでもなんか、この日何してたのって言われたら、私本当に何してたんだろう、なんか日記とかさ書くときってそう迷っちゃうんですよね。なんかでもなんか、その担任の先生、あ、その3年生の先生は分かってるのはもう多分先生が言ってるからね。てかそもそもなったってこと私が言ってないのに広まっちゃったのね、学校中に。何でか分かんないけど広まっちゃって、多分それで先生とかも知ってるんだけど、いや私、あの副教科の先生が今年変わっちゃったんですよ。だからその先生たちって私のこと知ってるのかなと思ってそう、なんかでもそれやってさ、ちょっとさ話し方、態度っていうか、なんか態度変えるってわけじゃないけど、知ってる先生と知らない先生だったら、なんか知らない先生に急にそういう話してもさ多分通じないと思うから。でもどこまで言ってるんだ、校長先生とかね、教頭先生は知ってるのね。でどこまで知ってるんだろう。で音楽の先生とかさ、家庭科の先生とか技術の先生とか絶対知らないのね、絶対。多分私的には知らないと思うから。でも旗や学校、あ、同じクラスの子も知らないってことあるのかなとか思っちゃって。そう、でも私は知ってるってさ思ってくれた、なんかあ、この日先生知ってるんだって思ってくれた方がちょっとやりやすいわけですよ。なんか例えばこの日は忙しくてちょっと宿題があまりできなくてとか、なんかあんまりなんか別にそういうあれをしてくれるわけでもないけど、なんかでもちょっと理解があった方がこっち的には気持ちの楽ね。でも知ってるなら知ってますみたいな感じで言ってほしいんだよね学校に他にいなかったしないでしょ、分かんない、そんな聞いたことないけど、そもそもいなくない、そんな分かんないけどね。だから聞いたことあるかも、ちょっとだけ。いや、そう、私クラスの人が知ってるのが、なんか仲いい子とかは知ってるんだろうけど、あ、この子って知ってるのかなみたいな感じなんだけど、こう、
検索してるやつ怖。でも私本当に検索されてたことあったらしくて、私がその学校にいないときに、いないときっていうか昼休みとかさ、私がその場にいないときに、あの藤野告発調べられてて、学校のパソコンみたいなのがあるからそれ使って、なんかあの藤野告発調べて、なんかめっちゃ動物の写真しか出てこないわけじゃん。なんかさ、もっとツイッターの画像とか、ツイッターとか見てほしいよね。なんか藤野告発って Google で調べるんじゃなくて、ツイッターとかで藤野告発って調べたら、私は漏れてますって思うやつしか載せないから、そっち見てほしいよねって思っちゃう。おう、このルームにいるは怖いな。でもほんと言われるんだよね、朝とかのたまにここの内心行くんだよねって言われて、今日も見たよって、朝のやつ、朝のやつ見たって言われたらちょっと結構恐怖なんだよね、私的に。なんでかっていうと、めっちゃ嫌だから。夜見てほしいんだよね、昼見てほしいんだよね、本当に。朝は NG なんだ。私本当はサングラスとか、ま、サングラスマスクと帽子してやりたいぐらいだもん。あ、そう、サングラスだと反射しちゃうじゃん。で、反射しないサングラス欲しくて。学校と違くない？それ怖いよね。なんか加工、でもさ、私がツイッターのせいつってさ、加工プラス化粧してるのね。化粧プラス加工か。だからさ、顔違うの当たり前じゃん。先生とか同級生が劇場講座ないです、ないです。ないない。ないないない。ちょっと学校の子にはぜひペイペイドーム行ったら、私のその前劇場に行ってもらった私の壁写を、あ、見てほしいってわけじゃないけど、別に壁写を、あの私ね、 あの自分の壁写生で見たことないのよ、今の新しいやつ。まあみんなそうか、あんまね、そう、音楽司会の時とかに、あれ可愛いよね、ピンクで。かわいい。でも学校の子はなんか、てか学校の子っていうか私のクラスの子は、今のクラスは結構関心ないから、そう、関心ない人が多いんで。そう、私のクラスがね、今のクラスは全然関心ない子多いんです。でも2年生の時のクラスは結構あれだったかもね。放課制、でも放課制見に行く人はいないのかもね、そもそも。なんか リプつけてたりしてとかは、でもツイッターでも女の子とかいるかも。ツイッターのアカウントフォローしてて、いいねしてくれるの。みんな非公開だけど。でなんとなくさ、こっちはさ、なんか誰々がフォローしましたとかさ、来るじゃん、通知が、ツイッターとか。だからなんか、あ、この子はあの子かなみたいなって思って、ちょっと目つけてる。スクショして、そう、スクショして、え、これ〇〇のみたいな。
特定、うん、でも分かっちゃうじゃん、なんかなんとなく。371だって。今何時だ。50だ。じゃあ12時になって終わろうかな。ちょっと私日焼け止め塗らないかな。そう、なんかちょっともう夏終わって終わりかけだけど、日焼けに気をつけてみようかなとか思っちゃって。買いました。なんかちょっと高いやつと普通のやつ、なんかオーガスタ用のあれ買いました。焼けないやつ。そう、なんかオーガスタ外だから焼けるじゃん。だからあれさ、バネス買ったけどまあ使ってない。ちゃんとね、家出る20分とか前には塗った方がいいんだって。顔にも塗っとこう。なんかトランプする系のがいいんですよね、私。トーンアップ系大事。肌白くもしたいからね。そう、多分ねみんなもやばいと思うよ。頑張って日焼け止めとか塗らないと。でなんか昨日のムービービューイングで藤子映った姉ちゃんが藤子頑張れって言った。何それ、いつ、いつの、昨日の上映会だよね。なんで怖い、何も知らないんだけど、どういう流れで。なんか姉さんってさ、今は分かんないけど姉さんの妹に似てるからさ、なんか私がそういう目で見ちゃうみたいなことお前言われちゃってうん、幕張、姉さんたちの間は幕張かな。ええ怖いな。踊りじゃなかったのかな全然全然さ、なんか一人だけダンス違う覚えてなかったりしたのかな。え、なになに、どういう感じ。そう、似てる。今わかんないけどね、なんかそのお披露目の時、稲荷さんがあの、うん、なんかつ、めっちゃなんか表現がなんか、そう、なんか4期生さんの中でなんか姉ちゃんの妹に似てないみたいな、どうしよう、顔もやっぱ首塗ろうか、首。よいしょ。上映会ってさ、DMM とかさ残ってないのかな。わかんない、なんか似てるのかわかんないけど、なんか似てないみたいな。そう。めっちゃ言われた、マネージャーさんにも言われたし。アキさんにも言われたし、姉さん本人にも言われたし、はい、首の裏も塗りました。入念に塗りました
あとは顔後で塗ります。あ、今塗っちゃうかな。顔鏡あるし、あるし、うん、うん、ねえ配信ねえ私気になるじゃんそんなの。めっちゃダンプするんだね。なんか腕だった感じさ、腕ってくるからさ、わかんないじゃんあんまり。なんかさ、でも腕にさトランプするのなんか不自然みたいな感じじゃない？なんかちょっとさ、なんか不自然な感じするよね。コンシーラー塗っちゃおう。ねめっちゃ白くない？おでこ塗っちゃおう。ほらなんか私結構ね腕とね顔のね白さが違うのがね嫌なんですよ。なんか結構なんかねオーマイガー、なんか違くはないんだけど、私結構顔が白い人なんですよ。顔が白い人だから、顔はめっちゃ白いと思うんです。なんか足も白いんです私。けど腕がねやっぱ焼けちゃったから、なんか多分足はあれですね、私結構ジーンズとか履くから焼けないんですよ長いから。けど多分腕は何もしないから焼けちゃいますね。サンダル焼けはしないかな。コンシーラーも塗っちゃおう。え待って今何時？なんでなんか見えない。うん、コンシーラーとかも塗っちゃって2分ね、 OK。 そうマジ焼けたくないんですよ。もう手遅れかもしれないんですけど、でも今年の夏は結構私家にいましたから、家っていうか室内にだから焼けることはないんだよね。なんか焼ける理由はないけど、分かんないじゃん。なんかそのちょっとした移動の時とか電車の時とかさ、外からさカーテンなんか外からの紫外線焼けるから、もしかしたらこういう時に
ってるのかもしれないね。ちょっとペッてね、メイク、でもまあ渋くありたいよね。だってなんかチャームポイントで白い肌とか言ってるから。私その割にはね結構日焼け対策とかしないんで、まあ、引きこもってるからなんかしないんですよ。引きこもってるって言い方はよくないかな、外に出ないから。そう、外に出ないから焼けることがないじゃん、外に出ないと。そもそも私はマジインドアなんで、インドアすぎるぐらいにインドアなの私って。でした、ありがとうございます。そうだからインドアなんで焼けないんです。で、あとは今日は多分たくさん踊るから汗が出るから、ちゃんとここら辺を入念にカバーしておきましょう。このおでこはちゃんと、そう、あのおでこに塗ることによって汗がね抑えれるから、汗を抑えれるんで、体は。あ、じゃあリップとか塗って、あ、めっちゃ。いい、はい、あとリップ塗って、よし終わりますか。そう、がしさんに歯があるか。13イリンさんありがとうございます。12ユシタンさんありがとうございます。リチマー君さんありがとうございます。カブチューさんありがとうございます。9位ゲントルさんありがとうございます。8位ステックさんありがとうございます。7位アキチャさんありがとうございます。6位アキピーさんありがとうございます。5位タカさんありがとうございます。4位ルキルキさんありがとうございます。3位シミシミさんありがとうございます。2位ミロンクラゲさんありがとうございます。1位、ペシさんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあね。